さ、あ、これって沖縄じゃ普通？デジ、アクアリウムの中泳ぐ魚は似ていた。花の高一の夏休みにやりたいこともないし、浮いた話もなし。はあ、やっけー。窮屈な仲間がいて孤独を感じてる。あの、ちょっとおかしいんです、部屋が。見てもらえませんか？その時から立てなくなって、ここ来てから変なことばっかじゃん。せっかく逃げてきたのに。おとぎ話のような奇跡。何言ってるわ、デージさん。あんたヤバいさ。男のこと考えてないで手動かすよ。怖くないから、内緒話のような誓い、もう大丈夫、立ち向かうの。スマイルに流れつまずいて、傷だらけでも。鈴木一郎、あんたデージすごい。